いやいやの国。いやいやばかりのポンちゃんは、これいや、あれいや、こっちがいいの、あっちがいいの、と、毎日いやいやご機嫌斜め。そんなある日、ポンちゃんは目が覚めると、知らない場所にいました。積み木でできたお城に、空には紙飛行機が飛んでいます。壁や足元は、クレヨンの落書きでいっぱいでした。ママ、ここはどこ？いやいや、帰りたい。ポンちゃんがベソをかいていると、いやいやの国へようこそ。小さな男の子がポンちゃんににっこり言いました。ポンちゃんが驚いていると、新しい仲間、ポンちゃんだ。どこからか、たくさんの子供たちが集まってきました。一緒に遊ぼう。子供たちがポンちゃんの腕を引っ張ります。でも、遊びたくないポンちゃんは、いやいや。すると、ポンちゃんが来てくれない。一緒に遊んでくれないといやいや。子供たちは、いやいやの大合唱。困ってしまったポンちゃんは、わかったから、いやいやしないで。子供たちと一緒に遊び始めました。でも、何をしても、みんないやいやばかり。絵本、これじゃない。おままごとはこうじゃない。こっちがいい。あっちがいい。これは嫌。あれも嫌。何をしても、みんなからいやいやされてしまうポンちゃんは、悲しくて、ついに泣き出してしまいました。たくさん、たくさん泣いていると、どうしたの？大丈夫？ママの優しい声が聞こえてきます。目を開けると、そこはいつものお布団の中でした。怖い夢見たの。ママの腕にしがみついたポンちゃん。明日からいやいやしないよ。とつぶやくと、ママはポンちゃんを優しくぎゅっと抱きしめました。おしまい。泣き虫の小熊さん。小熊さんは大変泣き虫でした。朝から晩まで泣いてばかりいました。ある朝、目を覚まして布団の中でじっとしていると、不意に鳥小屋の鶏がコケコッコーと鳴きました。それを聞いて小熊さんはついもらい泣きをしました。しかし、ふと気がついてみると、なんだかバカバカしくなり、こう決心しました。鶏のくせに泣くなんて生意気だ。そして、鶏を野原の真ん中へ連れて行き、逃がしてしまいました。それからというもの、今まで毎朝食べていた美味しい卵を食べることができなくなってしまったので、子グマさんはどんどん痩せていきました。ある時、いつも鳴る時計がいつものように時を打ち始めましたが、
12時を知らせるための鐘が12回鳴りました。我慢のならない長さです。それで子グマさんは時計が嫌になって泣き出しました。泣いているうちにだんだん腹が立ってきて、とうとう村の古道具屋さんへその時計を売ってしまいました。それからというもの、時間がわからなくなってしまったので、お昼になってもご飯を食べなかったり、夕方に学校へ出かけて行ったりして、子グマさんもさすがにこれには困りました。夜になると電灯がつきました。その光で目がクラクラしたので、悲しくて涙が出て仕方がありません。そこで電灯会社に頼んで電線をどけてもらいました。しかし真っ暗になってしまったので、夜になると本箱につまずいたり、窓から外に出ようとして膝を打ったりしました。けれども、子グマさんはラジオを持っていたので、そのくらいは平気でした。椅子に腰掛けて、一晩中聞いていればいいのですから。けれども、ある晩、ニュースを聞いていると、こうなのです。谷間へ蜜を取りに行きましたが、蜂に見つかって、ひどい目に遭いました。子グマさんはこれを聞いて、すっかり悲しくなって、ラジオを壊してしまいました。鶏がいないので、卵は食べられない。時間がわからなくて、ご飯も食べられない。子グマさんは大変痩せてしまい、病気になりました。そこで、心配した近所の人たちが相談して、必ず泣き虫が治る荒熊病院へ、子グマさんを入院させました。すると、しっかり子グマさんの泣き虫は治ってしまいました。皆さんの中でどなたか荒熊病院に入院しなくちゃならない人はいませんか？おしまい。ヤダモン。小さな怪獣ヤダモンは子供の心の中に住んでいました。子供の心の中はいつもポカポカいい天気、暖かくて気持ちよくって綺麗なお花がたくさん咲いているとても素敵な場所でした。でもヤダモンは時々とても暴れ出したい気持ちになってしまいます。ガオーと大きな声で暴れ出すと、心の持ち主の男の子は、やだやだ、やだもん、と、やだもんと同じように暴れてしまいます。すると、やだもんが住んでいる心の中は、お日様が雲に隠れてしまい、ピューピューと冷たい風が吹き始め、雪が降り始めます。きれいなお花は枯れてしまい、暗く冷たい世界に変わってしまうのでした。でも、暗く冷たい世界に変わると、大丈夫、いい子だね。誰かの優しい声が聞こえてきます。それは男の子を大切に思う誰かの声でした。その声が聞こえると、心の中の雲がなくなり、またお日様がポカポカ暖かく、きれいなお花が咲き始めます。大丈夫、いい子だね、の声が聞こえると、暴れたい気持ちがなくなるヤダモンは、この優しい声が大好きでした。暴れるのをやめたヤダモンは、ごめんなさい、とお日様やお花に謝りました。ある日お日様の声が聞こえてきました。ヤダモンにもう暴れてほしくないな。お花たちの声も聞こえてきました。
私たちは雪がとても苦手なの。暴れるのをやめられないヤダモンはとても悲しい気持ちになりました。暴れないでいるにはどうしたらいいのだろう。ヤダモンが何日も何日も考えていると、また暴れたくなってしまいました。暴れたくないのに暴れちゃうんだ。どうしたらいいのかわからないんだ。ヤダモンが叫ぶと、雲に隠れながらお日様が言いました。ヤダモン、深呼吸だよ。冷たい雪が降り始めると、お花たちが言いました。ヤダモン、あの優しい声を思い出して。ヤダモンは暴れたい気持ちでうずうずしながら、大きく大きく深呼吸してみました。すると少しだけ気持ちが落ち着きました。それからヤダモンはあの優しい声を思い出しました。大丈夫、いい子だね。ヤダモンの心がすーっと静かになって、暴れたい気持ちが我慢できました。すると心の持ち主の男の子も、やだけど我慢する、やだやだを我慢することができました。暴れるのを我慢できるようになったヤダモンは、それからはずっとお日様がポカポカ気持ちのいい、きれいなお花が咲いている素敵な心の中で過ごしました。たまに暴れ出したい時もあるけれど、そんな時は決まって、すごいね、お兄ちゃんになったね、と、あの優しい声が聞こえてきます。ヤダモンはそう言われると嬉しくて、やっぱり我慢できるのでした。トイレやだ。おとちゃんはトイレに行くのが大嫌い。トイレやだ。いつも口を尖らせながらそう言って、ちょびっとおもらしをしてしまいます。でもおとちゃん、トイレを嫌いな理由がちゃんとありました。お部屋にトイレあったらいいのに。おとちゃんは思います。だって、みんながいる部屋を出たら、一人ぼっちなんですもの。トイレからみんなの楽しそうな声を聞くと、おとちゃんは寂しくなってしまうのです。トイレ、もっとちっちゃいといいのに。おとちゃんは思います。ママが一人で登って座れるように、小さな踏み台を置いてくれたけど、座ると足がブラブラして怖いのです。トイレの扉、なくなっちゃえばいいのに。おとちゃんは思います。だって、扉を閉めるとなんだか狭くて、自分だけ違う世界にいる気がするのです。扉を開けてしてみたら、お行儀悪いから閉めようねって、ママに閉められてしまいました。トイレに窓なんていらないよ。おとちゃんは思います。用を足している間に、真っ暗な窓からお化けがガオッと出てきそうで怖いのです。おとちゃんはお化けがこの世で一番苦手でした。トイレなんて壊れて消えちゃえばいいのに。おとちゃんは思います。だって、トイレに行っている間に、見ているアニメが終わっちゃったら最悪だと、おとちゃんはいつも思うのです。でも、パパにもママにも、保育園の先生にも、おじいちゃんにもおばあちゃんにも、トイレに行こうねって言われてしまいます。ある日、おとちゃんはどうしてトイレが嫌いなのか、みんなに話してみました。その日の夜、おとちゃんはテレビを見ていると、トイレに行きたくてムズムズしてきました。すると、
寂しくないように一緒に行こうか。ママもパパもおじいちゃんもおばあちゃんもトイレについてきてくれました。トイレに入ると真っ暗な窓にはおとちゃんが描いた原っぱの絵が貼られていました。窓、怖くない。おとちゃんがトイレに座ると踏み台が二つに増えていました。どっちも足つくからブラブラしなくて怖くない。扉を閉めると、閉めた扉にたくさん写真が貼られていました。どの写真も、おとちゃんが楽しかった思い出の写真でした。ここ、楽しかった。ここ、また行きたい。おとちゃんはそんなことを考えながら、あっという間に用を済ませると、トイレから笑顔で出てきました。すると、頑張ったご褒美ね。ママがお花のシールをくれました。おとちゃんは嬉しくて、そのシールをトイレの中にあった原っぱの絵に貼りました。原っぱの絵がお花のシールでいっぱいになるといいね。うん。おとちゃんはその日からちょっとずつ、トイレやだが減っていきました。原っぱの絵がお花のシールでいっぱいになる頃、トイレやだのおとちゃんは、一人でトイレに行ける立派なお姉さんになっていました。おしまい。じゃあここで3つクイズに挑戦だブー。1つ目だブー。ダブ、わかったブか？あ、そうだブ。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブ。2つ目ダブ。これがわかったらすごいブよ。3つ目ダブ。全部わかったらお話を集中して見ている証拠部ね。また面白いお話をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。